イエーイ、お寮さん大ピース、海援隊の本領発揮ってとこかな。ああ、君よ、まだ罪の腹を行け。はい、こんにちは、こんばんは、白銀の鳩です。今回は新しく実装されたランサーの坂本龍馬について解説をしていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではもう早速やっていくんですが、まあ2人目の龍馬さんっていう感じですね。はい、で星5ランサーで、ステータス的なことを言うと、体力が多めで攻撃力が低めのサーヴァントとなっております。なので HP 寄りのステータスと思ってもらえればいいかなと思います。で次、スキルですね。スキルは FGO のウィキペディア参考にしております。まず第1スキル、味方全体のアーツ性能を3ターンアップし、クリー力を3ターンアップ、宝具使用時のチャージ段階を1段階引き上げる状態を1回の3ターン付与。第2スキル、自身の NP を増やし弱体無効状態と強化解除耐性を3ターンアップ。第3スキル、自身のアーツ性能を3ターンアップし、バスター性能を3ターンアップ、毎ターンスターを獲得状態を付与となっております。はい、でまあ上から、解説していくんですが、まず第1スキル、味方全体のアーツ性能アップなんですが、これに関してはレベル1で 10%、 レベル10で 20% アップしてくれるということで、バフの量としてはまあ抑えめって感じになってるかな。まあ全体になってるんでほどほど使えるかなと思います。でそこからクリティカル威力アップなんですが、これはレベル1で 20%、 レベル10で 30% アップしてくれるということで、まあ第1スキルだけで、まあ、アーツ主軸のクリティカルでいこうって思った際結構便利になるかなと思います。まあ普通にバッファーのキャストリアとかと組み合わせてあげるとすげえ組み合わせいいねっていう感じですね。でそこから宝具使用時のチャージ段階を1段階引き上げる状態を1回の3ターン付与なんですが、まあこれに関しては、龍馬さんの宝具の火力を上げるっていう意味でも使えたりするし、それ以外だとさっきキャストリアの話したんですが、キャストリアの対粛清防御の回数を増やすこともできる、タモモだったら NP チャージ率を増やすことができるとかいろいろあったりするんで、結構第一スキル自身のバフにもなるんだけど味方全体のバフにもなるっていう相当いいスキルになってるかなと思います。まあめっちゃ便利なスキルっていう感じですね。でその次、第2スキルなんですが、自身の NP を増やす、これはレベル1で 30%、 レベル10で 50% アップしてくれるということで NP50% 族という感じになっています。まあ自身で NP50% 霊装があったら比較的に簡単にシステムできるよっていう形ですね。はい、まあ、システムに関しては後々お話ししておきましょう。で次、弱体無効強化解除耐性アップ、まあ、これに関してはその名の通りですね。弱体無効に関してはまあデバフ効きにくくなるよ、それが3ターン続くから便利だよね。で強化解除耐性アップに関してはまあ強化解除の攻撃食らったとしても無効にできるよという形になっているんで結構強いかなと思います。まあ基本は NP チャージをメインで見ていくかなと思うんですが、その弱体無効と強化解除耐性に関してはコーナー移動とか、まあ、ストーリーが難しいところですね。で結構刺さるんじゃないかなと思っております。で第3スキル、自身のアーツ性能3ターンアップ、バスター性能3ターンアップなんですが、これに関しては倍率一緒でレベル1で 20%、 レベル10で 30% アップするという形になっています。これに関しては普通に便利だね。うん、やっぱりアーツ性能とバスター性能上がってくれるだけで回転率、宝具の回転率上がるし火力も上げてくれるといった意味で結構便利かなと思います。でそこから毎ターンスター獲得状態付与なんですが、これはレベル1で 5個、レベル10で、10個獲得してくれるという形になっているんで、まあ基本第3スキルを組み合わせて、まあ次のターンとかに第1スキル組み合わせてあげるとクリ軸で運用もできたりするよという形になっております。はい、で龍馬のスキル上げの素材なんですが、画像ポンと上げております。はい、この子なんですが結構食べるね。うん、まず証132個のチリが90個、そして、鈴が72個の激輪が30個という形になっているんで、どちらかっていうと数をめちゃくちゃ要求してくるタイプの星5サーヴァントとなっております。はい、ただまあ
一応英雄の証とか、鈴とかの素材ですねに関しては 5.5 章のイベントを今回のイベントですねクリアしていれば、まあ、一応集めることは可能になっている。比較的にまだ集めやすい素材となっているんで、もし当てた方は頑張って周回してください。普通にシャーロット周回するのもおすすめです。はい、でそのままスキル上げの優先度をお話ししていくんですが、個人的に231でいいかなと思います。まあ NP50% チャージとりあえずメインで上げておいて、その次火力枠バスターとアーツ上げてくれる第3スキルで、その後クリ軸の第1スキルを上げていけばいいんじゃないかなと思います。で次、プラススキルですね、タイム力 C デバフ効きにくくなってますよ、騎乗 EX 急性能上がってますよ、変化オロチでいいのかな、はい、じゃまあいいや、自身の非クリティカル発生耐性をアップ、クリ力アップということで、まあクリティカルされにくく、こっちはクリティカルしやすくなってるよ、クリティカル火力上がってるよという形になっております。で埼玉に関しては今回のイベントだけなんで飛ばさせてもらいます。でいろいろとあるんですが、まあ魔力装填があるんで、まあこれは基本メインで上げておけばいいかな。で対アルエゴ適性があるんですが、これに関してはまあ特に気にせずっていうのでいいんじゃないかなと思います。はい、で次宝具ですね。宝具に関しては、自身の宝具威力を3ターンアップし、オーバーチャージで効果量アップ、防御力を大アップの敵全体に強力な攻撃となっております。まず宝具威力アップなんですが、これ OC によって効果量変わります。 OC1100% で 20%、 2で 25%、 5で 40% ということで、相当、宝具火力に関しては上げてくれるかなって感じかな。でそこから防御力アップなんですが、これに関しては 50% 大アップしてくれるということで、まあ宝具打ったターン仮に宝具食らったとしても耐えれる可能性っていうのがワンチャンあるって感じかな。まあそこにダメージカットとかマシの防御力アップとかをつけてあげると、まあ敵の宝具をね無効にすることができるっていうやり方もまあ一応あったりはするんで、そういった意味では結構便利な宝具になってるかなと思います。まあなんだろう、どちらかっていうと耐久より高難易度とかで使えるかなっていう感じかな。でこの子をシステム組むことが可能とは、なってはいるんですが、龍馬に関してはちょっとシステムきつめっていう感じかな。一応システムに関してはラムダ・リリスとかパーシバルとか強い、ランサーの全体システムができるキャラクターがいるという形になっているんで、龍馬に関してはどちらかっていうとシステムのために引くではなく、まあ高難易度とかでアーツアタッカーとして運用しようとか、そういう時で使ってあげるっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。まあただあくまで宝具5とかにしていれば、まあ単純に火力出てくれていいシステムキャラクターになるという形になるんで、まあ他のキャラクターと比べたらちょっとシステムがしにくいよ、ただ普通にできるよと思ってもらえればいいかなと思います。次コマンドカードなんですが、コマンドカードは Q1 枚のアーツ2枚のバスター2枚となっております。まず急性能なんですが、急性能に関してはいいです。はい、なんかね結構星生んでくれたりするんで、第3スキルのスター発生と合わせてあげると結構いいんじゃないかなと思います。な、ま、何か言ったか、いけ、はよ、ドドドドド、いけ、はよ、ふん、やうりゃうりゃ、こっちで、うじ。次アーツ性能なんですが、アーツ性能高いですね。はい、やっぱり第1と第3でアーツ性能を引き上げることができるということで結構便利かなと思います。まあクリ軸でうまいこと活かしてあげると OK って感じかな。な、やるとしますか、はっ、おりょうさん、まかせろ、どいけ、はよ、おりょうさん、ここで決めるぜ、いけ、なに、任せとけ、はっ、おりょうさん、任せろ、ダビキ、はよ、二人の共同作業だぞ、どこで覚えたのそれ。次バスター性能なんですが、バスター性能はクリティカルした時は結構高めかなと思います。まあ第1スキルのクリ威力アップと第3スキルのバスター性能をうまいこと組み合わせてあげると効果力が出るという形になっているんで、まあクリティカルできる時優先してやっていってもいいんじゃないかなと思います。なる、何か、ああそうしよう、へえ、とどめだ、ドドドドドド、オリオさん、任せろ、どりゃ、オリオさん、ここで決めるぜ、
そして坂本龍馬と会うサーヴァントとしてはここら辺になるかなと思います。はい、まあキャストリア玉もここら辺は言わずもがなですね。マーリン、クリジクと回復要員、孔明、クリティカルとか NP の補助、あと防御力アップがあるんで、そこで龍馬さんの方が合わせてあげると敵の被弾を抑えることできます。アスクレピオス、耐久要員、回復要員、パラケルスス、 NP の補助、マシに関しては防御要員ですね、耐久要員です。卑弥呼に関してはクリ軸とか、クリティカル軸とか、まあ、バスター軸で使うときに、まあ、使えるかなと思います。なんかどちらかっていうと変則寄りって感じかな。そのことを考えるとこういう感じだね。はい、でローマに関しては、まあ、クリティカル軸で生むことができるんで、ここも結構強いかなと思います。まあ同クラスで行く場合の変則クエストだったら使えそうだなっていう感じですね。はい、で、龍馬に合う概念連想なんですが、基本アーツ性能アップ、 NP 獲得量アップ、あとは防御力アップ、クリティカル威力アップ、ここら辺でいいんじゃないかなと思います。はい、で一応龍馬に関してはアーツ軸すごい強いんで、まあクリティカルに振ってクリ軸でぶん殴っていくっていうやり方も結構強いんじゃないかなとか思ったりしております。はい、あとはシステム面のことを考えるんだったら NP 獲得量アップのミューレイ層とか、そこら辺でも結構いいんじゃないかなと思います。以上ということで、はい、ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.